おはようございます。釣り子 TV です。デプスの坂又シャット2インチついに登場しましたね。いやー、釣り具屋さんで見たら想像以上にちっこいなーと思って、あれで、ね、なんか勝手にデプスで小さいっていうと、まあそうは言ってもデプスサイズでしょうなんて思ったんですけど、この2インチに関しては本当に小さいね。こんな小粒なんだ。で結構いっぱい入ってありますね。価格は792円ということで、まあ880円ですかね、税込み価格は。そしてカラーはまあウォーターメロンプロブルーっていうね、ベイトフィッシュライクな感じのカラーを買ってみました。ちょっとね、一本出してみますね。はい、出してみましたが、想像以上に小さい。まさに、指先サイズといった感じですかね。でもね、坂又シャット特有のこのフィンね、アクションの肝になるフィンはついていて、小さいながらちゃんとフックここですよホールもあって、まあ、テールはね、まあ、坂又ですね。そして何よりもやっぱこの素材感、ムチムチとしたあのデプス特有の存在感のある、そして柔らかいね、あの素材、これがしっかりと踏襲されていて、これね、腹側なんですけど、あの坂又シャットのお腹側のスリットっていうのはないですね。まあさすがにこの大きさなんで、まあ、スリットはなしよといったね、こんな感じで。これね、ちょっと今一通り釣って魚ちょっとすれちゃったかなっていうタイミングなんですけども、そんなタイミングでね、これ入れたらまあ、いっぱい釣れんじゃないかなと思って、このタイミングで試してみようということで、今ね開封動画を撮ってみております。さあ、デプスの最新ルアーね、今年サイズ展開のルアーね多いですけども、その中でも一番ライト寄りな、関東寄りなね、そういったルアーじゃないかな。坂又シャッドの2インチ試してみたいと思います。じゃあやってみます。でね、ちょっと今マス針が、バスっぽいマス針が今ないんで、これね、缶付きのチヌ針、フッ素コートね。ね、この缶付きのチヌ針に縫い差しでやってみようかなっていうね、 PE ラインにリーダーを組んできました。で、まあおかっぱりでちょっと抜き上げたりすることもあると思うんで、まあちっちゃいけど強めの針に、これリーダーが12本3号かな、3号のフロロカーボンラインで、これを、まあ、これでもちょっとでかいかな、縫い差しにしてですね、あ、そんで腹側を下にしたいね。もう汚ねえな、これ。やりすぎだセッティングで、これでノーシンカーでバスが見えたら、その鼻先に流し込んでやろうかなって、これ絶対食っちゃうでしょうっていうね、見えバスがいればなんですけど、バスはね、魚はいるみたいなんで、射程距離でボイルとかしてくれたら間違いないんだけどな。これ通常こんぐらいの状況の時は、坂又リアルとかね、5インチとかそれでよく釣れるポイントだから、2インチは大人げないでしょって感じなんだけど、どうだろう、見えバスがいれば連れてくれんじゃないかな。なんだろうね、これライブスコープとかで、ライブサイトとかやるようなやつ。あ、でも今ね、ベイトフィッシュが見えて、なんかボイルした、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 あれバスか、バスか、バスか、食うんじゃねえかこれ。ボイルしてる、ボイルしてる。坂又に食わねえのか。ちっちゃすぎて気づかない、バスがちっちゃすぎて気づかない。あれバスだろう。うわ、バスが2インチちっちゃすぎて気づかないという事件が発生しました。
5インチ投げて今絶対ボイルだよな。見切ったのかちっちゃすぎて気づかなかったのか謎ですが、バスはいるみたいですよ。これ今日チャンスだな。あー、ミノーとかトップウォーターでも釣れそうだな。こう表面でピピピピピピってやったら食わねえかな。つうかダウンショットの方がいいのかな。ノーシンカーで鼻面にミエバスがいたら投げればいいんじゃないかと思って持ってきたんですけど、案外は今のタイミング外したか。俺やべえかこれ。もっと簡単にちゃちゃって釣れるもんだと思ったんだけどな。ノーシンカーな割に今なんだろう、結構しっかり投げれてるんだけどな。表層やチャ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 やったらパコって出ねえかな。うわー、今のだと通常サイズの坂又フリーリグ、ノーシンカージグヘッドとかの方が食ったんじゃないかな。何でもかんでもいいわけじゃなさそうですね。どうしよう。今の絶対ボイルだよな。やっぱベイトのサイズがちゃんと最低限ちゃんとは合ってないとな、ダメなんだよな。でも出たばかりのね、だから2インチね、ちょっと釣ってみたいんだけどな。まあいいや、ちょっと見えバスいないかうろうろして、見えバスの鼻先にこの超ライトリグをぶち込んで、本当海の釣りとかに良さそうな、そんなサイズ感ですよね。アジングとかメバル狙いとか。ミエバスがいない、ミエバスがいない。今追い詰めた。愛字引き。おっ、食った食った。愛字引きに食いました。いえ、コバスキラー、いえ釣れた。はーい、坂又リーチ釣れてくれました。コバスね、愛字引きしたらね、食いましたよ。2インチしっかり加え込んでおります。マス針のね、まあチヌ針の縫い刺し愛字引きっていう感じでね。はい、やられちゃったね。やられちゃったね。はい、これね、ちっちゃくて映んないと思うんですけど、坂又2インチの、はい、2匹目でちょっと飲まれちゃったらすぐ逃がしたいんですけど、脇掛けにしたピクピクね、脇セッティングでちっちゃいのすっ飛んで食ってくれました。イエイ。脇掛け、脇掛けの水門波紋で、脇掛けセッティングどうかな。
おー、食った。はい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 、ワッキーがけに、よいしょ。はーい、認知、ワッキーがけ、ちっちゃいけどね、素直に反応してくれました。坂又シャドウ認知、イエーイ。はい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 、ね、ありがとうさん、すぐ逃がしてあげる。よいしょよいしょ。いやー、入れ食いですね。ワッキーがけ、あれバスじゃねえのか。この形はバス大好きだな、きっとな。あ、振り返って見に行った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 、やめた。あ、見てる見てる、せくた。あはいはいはい、今ね見てて、なんだろう、だるまさんが転んだの要領でね。はい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 、だるまさんが転んだの感じで食ってくれましたよ。素直な反応してくれた、かわいいバス、ニーチ、イエーイ。入れ食いだなこのルエ、やべえな。はい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 、何匹目だ。はい、ありがとう。坂又シャッド2インチで三重バスと対決しております。ベイトのサイズが合ってんのかな、すげえ興味津々に見てくる。この食うぞ、多分食うぞ。食った。あ、やべ、ちょっといっぱい釣ったら。坂又シャッド認知をワッキーがけという恐ろしいそりゃ食っちゃうでしょうセッティングで試してみております。ちょっとベイトのサイズと合ってんのかね。お、見に行った、どうかな。すぐそこに、ワッキーがけが効くときと、こう袋から出したばっかりのときはちぎれていないから、縫い差しの合字引きもさっき良かったから、こう水面できるだけ超食いたそうだったんだけど、どう？コイもいるけど、バスも気になってるっぽいな。コイ邪魔だな。この瞬間的な動きの時は、ワッキーがけの方が操りやすいの、こう瞬間的なクニクニっていう感じの、気になってる。食っちゃい、食っ
もうちょっと深いところで仕掛ければ食うかな。自分で見つけたって思いにさせないと、ちっちゃいバスといえど騙されない。あ、食ったよ。ちょっと深、あ、ちょっと深いとこ入れたら速攻だったね。今ね、その手前にいるミエバスがどういう反応するのか試してたんだけど、一個ちょっと深いとこで競争をさせると、ちょっと深いとこで自分で見つけたよって感じで反応させると、わあ、あれは食うと思うんだけど、しっかり見とかないと。どこだ、あいつか、あのバスだな、あいつ、あいつ追うな。ボイルしたやつはもう速攻。わあ、おい、ちっちゃいけどありがとう。どんどんバスのサイズが下がってきました。手のひらサイズ見えるバスが全部食っちゃう。すげえなこれ。まあ、たまにはこういう釣りもね、楽しんでどんどん釣ってきます。坂又日。こいつはね、ちょっとボイルした群れのうちの一匹だったから、そこで騙されたね。これ夕方になったら多分でかいのも刺してきそうだな。針がでかすぎるか、今すげえ見てんの。人間バレちゃったか。よっしゃ、あ、入れ直したら食った。よいしょ、ありがとう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 。よいしょ。はい、坂又に、ちょっとね、今は何回か入れ直して対決って感じだったんだけど、スクールデティね、その中でたまらなく刺して食っちゃう、そんな感じで釣れてくれました。イエーイ、ありがとう。坂又のね、ワッキー刺しで瞬間的にねピッて動かして食う。なんかスイッチが入りそうで、見てるんだよな。ピッて、この瞬間的な、このだるまさんが転んで、ちょっと目を離したら少し動かしてやるの繰り返しで、あれはでかい、でかいという、今釣ってた中ではでかいやつがちょっと餌を追いかけモードに入ってるから、あいつ釣れねえか。見に行った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 、ちょんちょん、あー、でも餌の方に、あいつ
捕食モードに入ってんだけどな。よっしゃ、捕食モードに入る。ああ、ちょっといいサイズ、ちょっといいサイズ。おお、よしよし、よいしょ。この子はね、おお、ちょっとね、おっと取れた。餌をね、追いかけモードに入っていた、ね。はい、坂又のね、2インチで、ちょっとこの中でお兄ちゃんサイズ、お姉ちゃんかな、釣れてくれました。ありがとう。あっちだよ。はい、坂又2インチのワッキー掛けで、ちょっとバスの動き見てたら、1匹だけ抜け掛けして捕食体勢に入ってる人がいたんで、それの好きそうな目の上のラインに置いたら食ってくれました。ちょっと擦れてきたかな。ちょっと静かにしてピッて、ああもう結構釣りまくってルアーをいやいやする感じになってきた。このちびっこ食いそうだけど、あれちょっとアクティブなやつの先に入れて自分で気づいたよって思わせたら食うんだけど、なかなか鯉がいて、ああっちのエリアはヤングマンだったけど、ここら辺からはたまにでっかいのもいるはずなんだよな。ワッキー掛けでこっち狙えてないから、ワッキー掛けでここのちょっとお兄ちゃんお姉ちゃんサイズが気づいてくれれば。針の存在感の方が勝っちゃうかな。こういう時はやっぱスーペリオの M28 番とかね、その手の針がいいと思うんだけど、こっちはやっぱサイズが上がるな。サイズが上がってる。これは食ったらちょっとサイズアップ。あー、ラインバレたか。よっしゃ、うん、こっちは大きい。入れ食いポイントよりサイズアップだ。うわ、これはバラしたくねえな。これ今ラインがメインがあれハードブルの06にリーダーは結構強めの3号入れてるからね。わあ、ちょっと見えた、いいやつ。確実に食うね。よいしょ。あ、いいサイズ、いいサイズ。ういうい、バレないで、バレないで。おいやー。よいしょ。
はーい、坂端シャッド2インチにちょっといいサイズ来ましたよ。三重バスがねスクールしていたのでそこに入れてちょっとね競争本能を刺激してあげたところダーンねえ。いやーちょっとね試したかったパターン、これはどうだろう、40なんとかねありそうだけども、コバスをねいっぱい釣って魚がどうやったら反応するかなっていうのを勉強してから親分たちのいるところで試したらうまいこと食ってくれましたね。坂又日イエイ。じゃあね逃がしてあげます。こんなね小粒な坂又が大活躍してくれております。イエーイ。で、タックルなんですけどこういう感じでメガバスのこれねサラトガっていう、まあ昔のライトリグロットですね。昔はこれで一番ライトだぜっていう、まあ今使うと結構強めの竿なんだけどね。それにシマノのミラベルに、これねシマノの新しいハードブルね、ハードブルという P ラインに、これね、リーダーをね、太いでしょう。12ポンド、3号ぐらいのリーダーを組んで、で、これ針はね、クロダイフック。ね。クロダイ釣りも好きなんで、そんな時に使う。缶付きのね、チヌ針ってやつね。これが結構軸線が太くて、今ぐらいのサイズが来てもね、ほんと安心してファイトできるんで、こんな感じの。ワッキー掛けセッティングでやっております。イエイ。さあ一通り釣れなくなって、改めまして坂又2インチ、今 IGK をちょっとやって釣れなくて、あいつら絶対坂又2だったら食うはずなんだよな。そこに三重バスのスクールがいて、それと対決します。絶対お前ら坂又2だったら食っちゃうやつらだろう。勝負だ、脇掛け無視、坂又2を無視する仕上がりっぷり。もう絶対入れようによっては食っちゃうべ。よっしゃまだまだでしたな瞬間的なパパーンっていう動きにはたまらずバイト。はい、まだヤングバス坂又のピピッという逃がしアクションにはもう騙されちゃいましたね。はいよ。まだあの瞬間的なピピッっていう動きには我慢できねえだろう。こう見て見て見て、ここでピピッ、あれ食わない、まだまだですなヤングメンまだまだですなよいしょはい、また騙されちゃいましたねまだ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 負けないぞ。あー、さすがに今2匹釣ったからちょっと釣れたから、ちょっとボトムに隠してピピッ、くっちゃ3頭連続ちょっと坂又にやっぱずるいね、ずるいね、いいとこかかってる。はい、坂又2との
我慢できるか大会、耐えられずにまた食っちゃいました。はい、ありがとう。ごめん、ね、スクールバスがいい加減なんか危険を…あ、痛い。ちょっとこのルアーやべえなぁと気づいて、あのでもね、リーダーの重さ使ってボトムに隠して、そんでピピって入れてるから、どんな形かね、ルアー多分分かってないんだよな。これ今中層にあって、で今ボトムに隠しました。で気にさせると、エビかなとか思ってこう加えちゃうんだ。何か姿は見えないんだけど、波動出てるって感じでね、床に着底させるまでは気づかせないどいて、隠れてからこうピピッピッ、こう素早いチッっていう。姿見えないんだけどな、なんだろうな、なんだろうなんだろう、ピッ、これに弱いみたいな。こうエビとかだと思って食ってんのかもしれないですね、ベイトフィッシュっていうより。ほんと釣れない時はこれも釣れないから、ちょっとこういう釣れる時に魚の好きなこのピピっていう間合いを勉強しといて。でさっきもここの練習してて、でっかいバス見つけたっつって、その時にねすごい釣れたから、ちょっと釣って逃がして釣って逃がしてっていうのをね、すごい短いスパンでやっちゃったから、もう食わないかな、気にはなってるみたいだけど、どうかな。なんか波動は気になってるみたいだけど、このルアー自体をこう直接的に見せると、もうあんまり反応してる。ああでも食うかな、ミドスト風に。あ、食わないね。バス見つけた。ちょっと流されちゃうんで、ジグヘッド脇こうローファイスイーッとやってると、なんかバスが湧いてくるんですね。で湧いてきたとこに、それ卑怯でしょっていうルアーを入れると釣れると。困った時ローファイなんですよね。ちょっと手に入りづらくなってたから、ね、使わなかったけど、今年あのメンバーの特典でデプスでね手に入るから、そこにもうバスいたから、見えてローファイ追ってきたから、あとはこう食わせのそれはーっていうルアーを入れると、だいたい話はついちゃうという。いやそんなね、デカバスが寄ってるって感じではないけど、ローファイサーチの後に、食わせの坂又21。
あーでもチビスクールバスたちだな。脇差しがダメなんで、そういう時は通し縫い差し、ね、坂又ミドストって感じの仕掛けに変えて、お、おった。脳神官入れたら食った坂又、のジグヘッドの通し差しね。よいしょよいしょ。はい、ジグヘッドリグね、これもうミニ坂又って感じでしょ。2インチで通し差しで落ちパクでしたね。ほいほいほい、いわゆる投資雑誌って感じで、よいしょ、ありがとう、Thank you。 投資雑誌でこのボリューム感だから食っちゃうよね。もう、あ、今も当たった。ちょっとね、脇掛けのピリピリした動きに全然食わないから、もうまっすぐ雑誌でこう愛字引きみたいな。バスの目の前に行ったらね、もう食っちゃうよな。マイクロペイントとか食ってた、絶対これ。おー食った。ミニ坂又にミニサイズ。はいはい、どんバスのサイズが上がっていって坂又2インチで。ありがとう。
ね、いやでも餌の中にね、これもう何匹釣ったんだろうな、いろんな刺し方して、ね、とにかく釣れる。はい、いろんなセッティングで出たばかりの2インチ試してきましたが、まあ、最終的にはこの縫い出し通し出しのミドストにやたら食ってくれる。でもあのボリューム感存在感がほんと小さいからね、なんだろう、ここには確実にバスがいるっていうタイミングで入れないとちょっと効率悪いかな。これは食うでしょうっていう距離感で入れてもね、バスがなんかルアーに気づいていないっていうような感じのがいくつかあったんで、なんかそうっすね、これは見えてる、確実に釣りたいっていうやつに一撃必殺で入れるといいかもしれないですね。なんかまあボックスに1個隠しておけば、あれこれどうしても釣りてんだけどどうしても食わないなってやつは多分針の刺し方とかによって一撃でアプローチできると思うんで、今日脇刺しノーシンカーストレートでジグヘッドワッキー、そのジグヘッドワッキーの針に、いわゆる通常刺しとかね、そのなんか刺し方とリグリ方でだいぶ魚の反応が小さいながらも変わったんで、なんですかね、なんかこれっていうね、あれじゃん、なんかいくつかライトリグ用の本当マス針ももうちょっと軽い小さいマス針で、で今日はあのおかっぱりだからこれ0623号っていうでっかいのが来てもね、あの切れないようなセッティングでやってるんですけど、もっと昨今のあのあ食った 0.2 号に4ポンドラインのリーダーとか、ほんとなんかセッティングが小さいからこそなんか無限大に広がってるかなと。大きいねえルアーだともうある程度リグとなんていうかリグと糸の太さとか決まってくるじゃないですか。そうじゃなくてほんと超ライトな感じだから、うん、これをヘビキャロの具にしたらどうなんだろうとか、そうですね、まだスプリットショットリグであの絶妙に小さいルアーが春先効くタイミングで、ね、ズル引いたらどうなんだろうとか、こんな小さいやつに合うオフセットフックってあるかなとか、あとはね、まあちょっと試したい仕掛けもいくつかあるんですけど、今日はもう暗くなってまいりましたのでこの辺でお開きというか、何匹釣れたのかな、ちょっと後で動画編集しながらですけどね、結構見えてこれは釣りたいなってバスは大体反応してくれたんじゃないかなってね。これはブラックバスのチビバスたちのデカバスもね、新たな脅威になるんじゃないかなと思います。はい、というわけで釣りCoTVでした。また会おうぜ。